皆さんおはようございます。今日は奥河内黒丸の里から出発して大阪の観光を回りたいと思います。今日向かうところはですね、多分動画タイトルとかサムネに書いてるんでわかると思うんですが、大阪唯一の村、千早赤坂村というところに向かおうと思います。到着しました。今日の目的地の一つ、千早赤坂村にある金剛山登山口です。残念ながら金剛山ロープウェイは運休中のようです。ちなみに現在地はこちらです。金剛山ロープウェイの乗り場の近くの駐車場に車を止めてます。まあロープウェイには乗れないっぽいですけど、一応千早駅まで行ってみましょう。ここは休憩所ですかね。で、今日の目的は別に登山じゃないんで、別に山に登れないことは特に問題ないんですが、ロープウェイは一回乗ってみたかったですね。で、今日はね、日曜日っていうこともあって登山客がね、ものすごいたくさんいますね。で、みんなね、ガチガチの登山装備だったんで、あの車の中の映像あったと思うんですけど、私みたいにあの半袖短パンみたいななめ腐った格好だとね、さすがに恥ずかしすぎて登れないですね。おそらくね、あそこの奥に見えてる建物がロープウェイの乗り口だと思うんですが、こんな感じで黄色の紐が張られてて、これ以上入れないようになってます。まあ残念ですが今回は戻りたいと思います。通り道にアジサイの群生地があります。1個だけ咲いてます。これ季節が良かったらアジサイめちゃくちゃ綺麗そうですね。駐車場に戻ってきました。では次の目的地へ向かいましょう。到着しました。次の目的地はこちらです。下赤坂の棚田になります。通常の田んぼだと結構平地に作ってるイメージが多いと思うんですけども、こんな感じでね、山の斜面を切り開いて、まるで階段のように田んぼが作られてます。稲がね、育って稲刈りのシーズンになるとまた違った景色を見れると思います。場所を変えてみるとこんな感じです。すごい幾何学模様に見えますね。今回は金剛山の方に登らない予定で千早赤坂村に来たんですが、またちょっと登山装備とかを準備して金剛山に登ってみるのもいいかもしれないですね。千早赤坂村、金剛山のロープウェイには乗れませんでしたが、またいつか来たいと思います。
今お昼の12時くらいですね。富田林市を抜けて八尾市方面に向かってます。今険しい山道を車で登ってるところなんですが、今向かってるのは、十三峠展望台っていうところです。なんか私山ばっか登ってるような気しますね。まあ大阪を一望できる絶景が拝めるらしいので、頑張って登っていこうと思います。到着しました。十三峠展望台です。すごい絶景が広がってます。大阪の東部を一望することができます。ちょうど見えてるのが八尾市とか東大阪市のあたりだと思いますが、いや綺麗ですね。今日はね、大阪市街方面は結構晴れ間が広がってるんですが、反対側のね、山あいの方はかなり曇ってます。まあ雨は降らないとは思うんですが、これまた夜に来たら夜景がすごい綺麗そうな場所ですね。この十三峠から結構近いところに暗がり峠っていうところがあるんですけども、今日はねそこには行きません。これがね、奈良と大阪の県境に暗がり峠があって、まあ、奈良編をやるときにそこを通っていこうかなと思ってます。では大阪の絶景を眺めながら今回の動画はここまでにしようと思います。結構急な山道で登ってくるのはしんどいんですが、大阪の絶景を一望することができますので、ぜひ皆さん来てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。